桃から生まれた桃です。今日はドンキ購入品を取っていきます。イエーイ。今回のお会計4万円です。すごい。今回も皆さんにこれもう定期的にやってる企画なんで大量に買ってきたのでぜひ最後まで見てください。どうぞ。はい、それでは紹介していきます。じゃん。こちらは私ずっとソイプロテイン探してたんですけど、これがなんかね一番美味しそうだったのでこちらにしました。でこれはココア味。なんか私本当にもうね人生で一番ダイエット成功してんの。結構さ本当食べなかったりとか多かったんですけど、食べなかったりとかお菓子とかはやめないみたいなのが多かったんですけど、本気でお菓子やめてからマジで体調がいいし、あと米って体にいいんじゃないのって思って出たんですよ普通に。でも米はあんまり取らないようにしてます。まあ、なんかお蕎麦とかあとオートミール、パンとかも麺とかもなるべく食べないようにしてて、本当にタンパク質と食物繊維をカロミルっていうアプリで私は毎日記録してるんですけど、この、まあ、食べた成分をすごい気にしてて、マジでタンパク質はマジで取るようにしたら、足の冷えとかもタンパク質が足りてないってことなんで、私本当にね食べないでしてる時マジで足冷えすぎて、マジなんか冷えすぎて痛いみたいな、夏なのに。だから毎日タンパク質を最近飲んでますね。はい、続いてこのダイエット系ですね。イージーファイバー買いました。ね、食物繊維なるべく取るようにしてるんですけど、野菜とかさ食べるようにはしてるんだけど、なんか食べれない時あるじゃん。野菜の気分じゃないな、肉だなとか時の毎日飲もうかなと思って、これなんかもういろいろなものに入れれるやつですね。ダイエット系もドンキいっぱい売ってるから本当に助かる。こちら私の大好きなグミサプリです。ビタミン C のこれマジで美味しい。もうこれね前回も買ってたと思うんですけど、1日2つですね。私グミとハイチュウとか大好物禁止にしてるので、これ2粒で我慢してます。であと私気づいたんですけど、ビタミン C 取るとなんか利尿効果、おしっこが結構たくさん出る気がする。でなんかビタミン C は体に吸収されなかった分おしっことしてるのでめちゃくちゃ黄色くなるんですけど、ビタミン C は絶対取った方がいいのでね、買いました。またはい、続いてこちらリピしました。これ汗かきエステ、これ、ね、ドンキのキティちゃんのやつ、マジで汗かくし、これすごっって思ったやつなんで、でこれと、まあちょっと似てるんですけど、ドンキでいつも買ってるんですけど、この爆感と、もうこれね、ツイッターとかでもバズってるし、芸能人の方も使ってたりする、この爆感とです。これは、マジで汗かきます。このお風呂で汗かいて、と冷えを直していくって感じですね。結構ダラダラ。これ入れると入れないと全然違う。ウェットですね。私がお家でいつも使ってるブラシ。もうエクステじゃないですか、私。もうですね、5年間エクステ。だからエクステのプロって呼んでほしいんですけど、ギャルしてたから、ブリーチしすぎて、地毛があんまり伸びないので、地毛がもうでも今こんぐらい。で、後ろが結構成長して、こんぐらいになってると思う。てかまた私ブリーチしました。私もちょっと秋冬の撮影が結構あったので、最初暗めにしたんですけど、これどんどん色落ちしてめちゃくちゃ可愛くなってくるんで、皆さんお楽しみに。ブラシ皆さん持ち歩いてますか？結構、日々のブラッシングで髪質変わってくるから、これエクステの人とかはこのブラシマジでおすすめです。リファのブラシか、ウェットのブラシがおすすめです。やっぱね、普通のブラシだと、シールの部分とか、編み込みの方だったら編み込みの部分とかがギーってなっちゃうんで、ベッドのブラシめちゃくちゃ柔らかくてサラサラなるのでおすすめです。はい、そしてこちらデリケートウェットシート、デリケートゾーン用のボディーソープは、まあ、前回紹介したと思うんですけど、ボディーソープとあと生理後とか生理前とか織物がひどい時とか生理中とかもそうなんですけど、私はこのウェットシートを持ち歩いてて結構拭いてあげてます。ちゃんと次ね、デリケートゾーンのケアは結構大事にしてます。はい、そしてこちら休息時間、これめちゃくちゃ楽になるの。これなんかさ K-POP アイドルとかがドンキよく行くじゃないですか。結構買ってるアイドル多いんですけど、私ティナちゃんと韓国旅行行った時に、もう私がさベロッベロで韓国のホテル帰ってきて、ティナがももちゃん足楽になるやつ貼っとくねって言って足の裏に貼ってくれたのがこれだったんですけど、マジでめちゃくちゃ足楽になったの。もうね、韓国ね、結構タクシーが捕まんなくてすごい歩いたから、めちゃくちゃ足パンパンだった、臭いと思う。でも、これで治りましたね。私、足の裏が、なんか扁平足っていうの、結構平らなんですね。だからめちゃくちゃ足が痛くなるの、立ってたりとか歩いたりすると。なんでもそういう方とかね、おすすめです。ちょっと待って、これかじったんだけど。プロテイン買ったんですよ。これ気になって。で、これね、
味覚パク質強めなんで結構プロテインの味します。でも大事なんでね。え、待って、食べちゃった。さっきタバスのプロテインバーチョコレート味ですね。プロテインが 15g も入ってますね。なんかさ、チョコをさ普通に食べちゃうのか、プロテインバーとかってチョコ味多いじゃないですか。それで収めるか戦い。これご褒美だよね、完全に。え、うまっ。結構ね、私ね、満腹中枢がおかしいのか、なんかお腹いっぱいがあんま分かんないの。なんか食べ過ぎちゃうの、めちゃくちゃで、なんかもう苦しくなって、なんかうみたいな、逆流してきたりとか結構あるんで、最近はマジで食べる、1回の食べる量めちゃくちゃ少なくして、量は変わんないんですよ別に。細かく食べるようにしたら、間違えて食べ過ぎちゃったみたいなことが最近起こらないのでおすすめです。はい、でドンキはね、何でも売ってるんで、もう掃除も売ってますね。もうおすすめとかはなんかない、別に特にないんで買いました。ドンキは何でも売ってるんで。すごいよね、何でも売ってない。コスメも売って、掃除もダイエット系も売ってて、電化製品も今日買っちゃったんで。バース購入しました。これ皆さん結構おすすめしてるやつですね。あ、これ30錠入ってるから10日分ですね。これ結構お値段しました。私さ、腰痛あるの、ヘルニアの一歩手前みたいになったことあるんですよ。マジで腰痛やばすぎて、ちょっと私最近ピラティス行ってるんですけど、結構いろいろ骨について教えてもらってて、なんか私背骨がまっすぐすぎて、こうカーブがないんですよね。だからなんかもう腰痛みやすいってのもあるんだけど、仕事とプライベート悪いことが一気に来たのね、7月後半ぐらい。なんか一気に来すぎて、なんか本当に3日2日、だからその海の家でガチで、やっぱなんかだからさ、顔ブスだったよねあれ。なんかマジでブサイクとか、マジ漏れてなかった。本当に2日酔いで寝てないし、で落ち込みすぎて不眠症だしみたいな。で、あの後になんかちょっといろいろ、まあいろいろ重なったんですよ本当に。もうなんか一気に来て、私意外とポジティブなんですけど、本当に2日3日人間じゃなかったので、家もバーって汚くなって、一気に。なんかやってる時ってマジで家汚くなる。で家汚くなって、とりあえずハウスクリーニング呼んだんですよ。でその前日にめちゃくちゃ断捨離して、もう本当に無理やりでも心をスッキリさせないとみたいな。でその時にですね、私占いに行ったんですよ。人の気をめちゃくちゃもらいやすい、それが全部こう死んでるでしょみたいな言われて、足腰、うち足マジで痛すぎて、足と腰もう結構、右足なんてもうほぼ2日ぐらい引きずってたもん。人の気をもらいやすいから、とりあえず塩と日本酒を入浴、浴槽に入れて入ってくださいって言われて、入ったら治りました。怖っ。人の気をもらいやすかったりとか、なんか嫉妬とかひがまれやすいらしい私。最終的に解決した魔法の言葉、私が罪な女だからか。はい、そして私がめちゃくちゃおすすめしてる日焼け止め、ビオレの UV のやつ。これね、メガサイズみたいなやつ持ってるんですけど、私それをね、いつも海持ち歩いてたんだけど、もうこれはちっちゃいサイズをやっと買いました。これマジでいい。なんかアネッサってちょっと硬いじゃん。しかもなんかお風呂とか入ってもさ、なんか水弾いてない、あれ。これとかは結構いいですよ。最高クラスの UV スプレーって書いてて、もう最高クラスです。うちらは罪な女なんで、最高クラスの UV ケアをしていきましょう。これいいです。はい、罪な女の購入品、歯磨きですね。コンビニとかでさ、固め売ってなくない？全然。私ね、歯ブラシは絶対固めがいいんで、ストック買いました。結構ね、ストック癖あるっぽい。結構ストックしてます。結構なくすヘアピンシリーズですね。今回はポケモンにしました。可愛くない？これゲンガー可愛いですね。いやだから娯楽とかとしてハマるのっていいと思うの。まあ、占いとかもそうなんだけど、なんかそのね、ハマるとかじゃなくて、なんかもう友達と行って、なんかすごい娯楽みたいな感じで行くのがいいんだと思いました。最初だって決めるのは自分なんだから。だってさ、ヤングでさ、占いってさ、元気なことある？なんかちょっとさ、元気になってもさ、1時間後とかにさ、なんか、またやんでないって思ったの私。でも、私も占いめっちゃ好きなんだけど、いいことだけ信じるって大事です。いいことだけ信じて、最終はやっぱ自分で決めるんで、自分次第。イエーイ。はい、続いて、ミッフィーのメイクアップスポンジを購入しました。スポンジはね、やっぱ定期的に変えて、洗ったりとか変えたりとかしてるので、こちら、スポンジ。はい、続いて、コスメコーナーやってまいりました。アイムミミ。アイムマルチスティックデュアル001番。これ買ってみました。私ね、コスメ好きなんですよ、めっちゃ。ちゃんと好きなんですけど、開けんのがクソだるい。こんな感じで
2種類あるんですけど、本当にサラサラなんのこれ。あ、結構つくよ。これはもうあれですね、うちの小鼻殺しに使うべきやつですね。ハイライト結構白いかも。なんか白くない？ぼかしたらなんかそうでもないけど、結構白いんで、私はなんかキラキラさせたいタイプなんですよ。なんで私のいつもの中国コスメのハイライトがおすすめです。続いて涙袋ペンシル103番シャンパンゴールド。こんな、え、かわいい水色。あ、え、めっちゃいいかも、めっちゃいいかも。シャンパンゴールドみたいな、わかる？このキラキラさ、よくない？なんかアイシャドウでさ、なんかいつも涙袋のやつやってるんですけど、なんか結構粉飛んでさ、なんかだるめに入ったみたいなことがあるんで、これライナーと楽ですね。良い買い物しました。続いて、バルガントンシカ RC コントロールベースグリーン SPF48。 なんか私ね、メイク下地ね、結構グリーン肌に合うんですよね。グリーンとか青とかピンクもいいんだけど、なんか肌を白く見せるためにはやっぱちょっとなんか体調を悪くしていかないといけないの、肌の色だから。そっち系の方がなんか結構好きですね。シカのやつなんで結構いいで、見て、なんかパッケージこれね、だって中国のコスメなんだけど、これは女王のカメオリップスティックイザベラ。なんか私もアマゾンとかで結構中国のコスメ購入するんですけど、なんか TikTok とかで結構回ってみる、なんか中国のコスメのセットプレゼントボックスみたいなやつの開封動画とか、めちゃくちゃおしゃれ、かわいいって、イザベラじゃんこれ。完全にリップにもなんか刻み込まれてる、イザベラが。リップ塗っちゃって上からなんですけど、こんな感じです。女王みたいな色してますね。強め女みたいな。でも私結構、甘い印象あると思うんですけど、リップ意外と濃いの好きで、なんかブラウン系の。真っ赤とかはね、一番使わないんですけど、こっち系のちょっとくすんだ、ボルドーとかも好きで使ってます。ももさん、なんと、ドライヤーを新しくしました。これ多分なんか1万か2万ぐらいした気がする。ドンキ、電化製品売ってるんで、今回このドライにしたんですけど、なんかいろんなさ、形でもっと高いやつとかもあるんですけど、なんか私結構この形今も使ってて好きなんで、今のドライヤーがもう私4年ぐらい使ってんの。結構ボロボロになってきて、そろそろ買い時かなと思ったんで、本日からこちらを使いたいと思います。これが一番高い買い物。だからなんか半分ぐらいこれだと思う。雑談がちょっと多くなっちゃったんですけど、皆さん友達のようにいつも会話してる風に見てくれてると思うので、今回もなんかメイクしながらとか見てください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。あと見たい企画とかあればぜひコメント欄書いてください。バイバーイ。